この業界に初めて飛び込む方だとかですね、まあ、経験者の方もいらっしゃるかと思いますけど、そういうふうにこう何かをこう学び続けていくっていう姿勢はどんな業種でも社会人にとって大切じゃないかなと思うんですけれども、経営者としての社員さんの動機づけとかですね、妻夫さんではどういうふうなこう育成の方針を取られていらっしゃるんですか？まずは何が必要かというと、もう本当にコミュニケーションツールの第一歩、挨拶。挨拶。そこはまあ必ず必要ではないかな。まず入っていきたい、いただいた時には挨拶一つでお客様の捉え方、それだけじゃなく、やっぱり従業員の中、会社の中でもコミュニケーションを取る中でも必要なツールだよと、そこはまあ絶対的に言っているところではありますね。おはようございます。お疲れ様です。こんにちは。とか、なんかそういうことそうですですね。か？まずはもう本当に一番最初の「おはようございます」、その一言が一番大きいですよね。早朝、お早いお仕事だからこそ、そういうふうにこう朝からお互いコミュニケーション、言葉を交わすというふうな感じですかですね。ね。必要ですよね。まだまだ浸透としてはこれからもやり続けなきゃいけない。それは当たり前のことかもしれないけども、常にそういったことは意識はするようには心がけて伝えてますね。妻夫さんはその配達員の社員さん、従業員の方がそれぞれのお客先さんに行くと思うんですけれども、そういうふうに自社で配達するっていうのは結構珍しいものなんですか？やはりどうしても外注委託をせざるを得ない会社、まあ、する会社がほそうぼなんほぼですで、ね。やはりその体制を整えてる会社というのがほぼほぼのところを、僕らはなるべく自社で完結できるっていう形を取るようには心がけてます。それこそその八百屋さんもそうだし、その卸と言われるその青果に限らず、文房具だとか工業用品だとか、いろんなその商社機能を持たれているこう会社さんが、やっぱりこう物とか製品でお届けするものでの差別性はなかなかこう難しいけれども、情報とか従業員さんの人柄とかですね、いろんなところでこうやっぱこう磨きをかけていくというのが大切だなと私も感じているところなんですけれども。ただまあ個々の能力を磨き上げるというのはやはり難しいところもあるので、まあ僕らとしては同じ、まあお客様から見れば妻まさに受注いただいているということを、こう横一線の環境を整えるためには朝礼をやって、その次にはそのしっかり紙ベースのものでアウトプットしてお客様にお届けするなんかということで、共有認識をちゃんと心がけるようにはさせてもらうとかっていうこともしてます。情報をお客様に伝えることみたいなものがこうアウトプットされて共有されるってことですね。そうですね。今の時期のとても美味しい野菜、どんなものなのかっていうのを紙ベースに落とし込んで渡すとか、まあ、これからはまあクラウドだとかウェブ上で案内するということも必要だと思うので、今そんなところにも先駆けてやっていくっていうことをやり続けてるところですね。今その宅配とかですね、もう食べ物もウーバーだったりとか、そういうふうにオンラインで注文して自宅に届くみたいなのも多いですけれども、そのあたりが何かこうどのようにこう見られていらっしゃいますか？まあ、やはりあれも一つのこうやり方であり、また僕らも挑戦しなきゃいけないとか、挑戦するべきフィールドなのかなというふうにも捉えていて、僕ら野菜というベースの中でも、しっかりニッチなものをしっかり生産地に行き、情報を取り、それをこの大消費地で展開する中で、どこがどの野菜との違いなのか、どう美味しいのか、どんな調理をしたらいいのかっていうことをですね、しっかりご案内しながら展開する中では、今 B2B だけの環境だけではなく、 B2C 一般の方たちにも今までやってきたところの延長線でもありながら販売するツールを作り続けていまして、例えば有隣堂さん、神奈川でいうと有隣堂さんの膝元で、そういった特殊な野菜たちを販売させてもらう。通常の八百屋として野菜を売るとなると、やはりどうしてもこう価格感で差別化を図っていくとかっていうことが、まあよくあるやり方なのかなと思いながら、まあそこにはやはり危惧を感じ、
危惧している部分もあり、はい、そこで何が僕らができるかというとですね、うん、やはりその潜在するその野菜自体の良さっていうところをちゃんと押し出し、うん、それをご案内するというのが僕らの持ち味でもあり、はい、関係する生産者のためにもなる、またうちの会社としても成長の起爆剤の一端にもなるんだなっていうふうにも考え、あとはベイクウォーターという場所ですね、はい、横浜の商業施設の方と一緒にタッグを組んで、そこの場所で私たちがリーシングをして10社ほど、そうですね、選んでってことですね、いろんな会社さんとともにですね、マルシェを開くというのを毎月第2週目の土曜日やってます。企画者がつままささんということですね。はい、そうですね。でまた次の展開として、野菜を煮出すことで新たな野菜の価値観を生み出すということですね、はい、飲む野菜ファーストという商品を作りまして、お水とお塩と8種の野菜だけを煮出すという、その本当に無添加なそんな素材のドリンクの方もこの6月に販売をし始めて、まあ、少しずつにやかに安定的なこう野菜の新しい取り方ということにも、はい、着目注目されつつあります。今までのその B2B に対してのこうサービスに加えて、はい、B2C の領域をこう展開されていると。そうですね、今までも既存でですね、うん、お客様にどういったところを評価していただいたかというとですね、うん、もちろん迅速な対応というのもあったかと思いますが、やはり通常の八百屋さんでは持ってない、はい、そしてその地でしか手に取れないそんな野菜たち、うんうん、また新しくこう生産が始まりだした野菜たちっていうのを、まあ僕らご案内するというのをやらせていただいているこの部分が、とてもそのレストランの方たちにも好意的にこう映っていたのか、そういったところからこう弊社を選んでいただくということも多分にあったもので、それを一般の方たちに移行したということがここ最近のトレンドなのかなというふうに思います。もう既存の事業、既存のビジネスモデルでうまくいっていたものをこちらの分野でも横展開されているというような。そうですね、何が起点かというと、はい、まあ、このコロナ禍になって外食産業がどうしても元気がなくなる、はい、そんなところからそこに向けて生産していたこう野菜たち、はい、それが流通の場を失った、そこを何か僕らがお力添えできないか、何か僕らでもって新しい息吹、まあ、なかなかスーパーでは売ってもらえないだろうけども、僕らであればどっかで売れることができるんじゃないか、そんなことを考えて今模索しながらマルシェを展開したりとか、ウェブ上で販売したりとかっていうことに少しでも分母を増やすっていうことで、はい、やり始めてます。